自分の人生にちょっと立ち止まっている人ではあって人間がどうやって迷いながら歩いていくのかこうやっと人の目に届くんだなって思うだけですごく嬉しさと緊張が混じってまだこう実感湧かないんですけどでも、うん、きっと 楽しんでもらえる作品になっているんじゃないかなとは思っているのではい、えー。楽しみにしていてほしいなと思っているところです。今日はよろしくお願いします。まあ、登場人物たち、どのキャラクターも本当にあの、うん、置いてきぼりにならない作品なんですが、まあ、自分自身が演じた今回の浅川恵那という女子は、あの。 まあ今自分の人生にちょっと立ち止まっている人ではあって過去にあった自分の失敗みたいなものにとらわれていてあの前に進めない人なんですがまあこ,のこれからその川がどう変わっていくのかっていうのが一つのこの物語として楽しんでいただけるあの道だと思うんですけどでも人生ってやっぱりまあ いろんなことがあって自分の気持ちが前に向いている時もあれば次の瞬間にはやっぱりそうじゃないかもって引き返したり思わぬ方向に足が向いてしまうこともたくさんあって感情と自分のこうその時生まれた衝動意志に背いてしまうこともたくさんある。 でもそれがやっぱり人間なんだなっていうのをすごく感じるあの浅川恵南を通して、えー、私はそう感じましたあのなので人間がどうやって迷いながら歩いていくのか何かこ,うこの登場人物たちに自分をこう重ね合わせながらさまざまな方々が出てきますから、えー、楽しんで見ていただきたいなというふうに思っています。